太田敦也は愛知県豊川市出身のプロバスケットボール選手である。B リーグのサン・エンネオフェニックスに所属している。ポジションはセンター。9歳でバスケットボールを始める。豊川市立東部中学校時代に中村和夫の目に留まり、その素質を高く評価される。2000年4月、千葉県の柏市立柏高等学校に進学。入学して、 すぐレギュラーの座を獲得し、同年の全国高等学校総合体育、大会バスケットボール競技大会に出場。1回戦で、育英高校に敗退。5ファウルで退場したが、7得点する。2年政治の2001年インターハイでは3回戦まで、勝ち上がり、3試合すべてで2桁得点を記録。同年の、第32回全国高等学校バスケットボール選抜。 友情大会にも出場し、3回戦まで進出した。3年政治の2002年インターハイ、第33回ウィンターカップ両大会に出場し、共に3回戦まで進出した。日本大学を経て、2007年に中村和夫がヘッドコーチを務める JBL の OSG フェニックス、東三河に加入。チームが二千八から零九シーズンより BJ リーグに転籍し、 浜松、東三河フェニックスにチーム名を変更した後も残留。2009から10シーズン及び2010から11シーズンの BJ リーグ連覇に貢献した。2011年、日本代表候補に選出。BJ リーグからは、石崎匠に次いで二人目。自身としては、日大在籍時の2003年以来8年ぶりとなる。9月、アジア選手権に出場。 2011から12シーズン、BJ リーグベスト5に初選出される。2012年も日本代表候補に選出され、ウィリアム・ジョーンズカップのメンバーに選ばれた。2015年7月17日に、東京都内で行われた、韓国の軍隊チーム、勝負との練習試合中に、相手チームの選手に両手で胸元を小づかれ、応戦すると、韓国チーム全員が、ベンチから飛び出してきて、 大田を攻め、乱闘寸前の騒ぎとなった。日本人選手やスタッフらが間に入って、騒動は収束した。ありがとうございます。